たこ焼きとわしのデートは思わぬ展開を迎えました。もっと校内パトロール部として学園を取り締まっていかないとな。そうだね。正義感と責任感の強い僕らにしかできないことだもんね。この前みたいに教室で大量のラジコンヘリ飛ばすようなやつもいるし、こっそりお酒飲んでる人もいるらしいよ。ああ、どうせジョッキーだろ。ここは勉強するとこだぞ。ビールの飲み方、焼酎の飲み方、ウォカの飲み方、ウイスキーの飲み方、やっと覚えてきた。よし、早速パトロールに出動するぞ。おー、たった今入ったニュースです。竜太先生は本日、ご自身の車が盗まれていたことを受け、警察に被害届を出したとのことです。逃げるぞ！あれ、もしかして、僕ら一番風紀乱してる？気のせいだ！あ、ジャック、これから温泉行かねえか？ごめん、今日は疲れてるからまた今度誘って、じゃあね。流れるようなかわし方だったな。きっと毎日アセロラちゃんの相手してて疲れてるんだよ。あいつしつこいもんな。30歳超えてからの胃もたれくらいしつこい。あんたまだ20代だろ。いやー、いい湯だな。いい湯だな、なはは。いい湯だな、なはは。ちょっとだけハマちゃん入ってない？いやー、温泉の後のラーメンは格別にうまいな。そうだね。大将、替え玉一つ。その前にちゃんとラーメン頼め、バカ野郎。ラーメン屋でカップラーメン食うな、バカ野郎。え、だってさ、ここのラーメンしつこいんだもん。カラムーチョ食べた後に手について取れない匂いくらいしつこいぞ。しつこいシリーズ流行ってんの？でも授業終わりに温泉行ってみんなでラーメン食べて、なんかいいよね。うん、充実してるって感じだね。今年も素敵な一年になりそうだな。あれ、なんかまずいかもな、これ。ジュペッティ君、今年もいっぱい遊ぼうね。うん、ありがとう、タモツ君。あ、音が止まった。あ、もうダメだ。で、ズームからの、はい、監禁パターンです。こんな高級フレンチのお店を知ってるなんて、さすがだな。そんなことないわよ。でも、僕のデートの誘いを OK してくれるなんて、もしかして後で僕食べられちゃう？そんなわけないでしょ。私、粉物苦手だし。そうなの？私も、あなたのことを気になってたの。だから、願ったり叶ったりというか。たまみー！あ、ごめんなさい。興奮して鼻血が。それソースじゃなくて？ちょっとお手洗いに行ってくるわね。うん、どうぞ。おや？いつの間にこんなところに？え？おかしいなぁ。なんだ今の。シオンさん全然戻ってこない。なんか僕の態度とかに失望して帰っちゃったのかな。お客様、そろそろ閉店の時間なのでお支払いをお願いいたします。あ、わかりました。コース2名様分でお会計8万9000円でございます。巨大たこ焼き1個払いってできますか？無理です。中央無尽に隙が